A じゃないかビズ。こんばんは、 A じゃないかビズです。今夜もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは今週も最新のビジネスツール紹介しましょう。未経験でも OK、 プログラミング学べるんです。おはようございます。おはようございます。我が社もね、遅ればせながら事務作業などの業務は自動化していこうと思います。素敵。ということでね、ソフトウェアロボットなんつったかな、とりあえず自動化するんだな。ということで、自動化するにはプログラミングができた方がいいということでね、今日から君に担当してもらいます。いや、徳永、君だよ君。我が社は2人しかいないじゃないか。君、プログラミング任せたよ。いやいやいや、ちょっと社長、この年からプログラミングとかきついですよ。自動化とかはやめましょう、そんなんね。やめ、社長、社長、やだ、無理。もしもし、A じゃないかですか。未経験のおじさんでもプログラミング習えますか。なるほどね。今はこのプログラミングというスキルが IT 系では必須になっています。ということで、そのプログラミングスキルをオンラインで学ぶことができるスタートラボ、プログラミング入門コースをご紹介してまいります。株式会社リーディングエッジ社の新井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近年では中学校高校でも授業科目として始まっているプログラミング、これからはエンジニア以外でもできて当たり前になるスキルですね。そうなのかな。ただプログラミングを覚えたい、そう思って勉強を始めても多くの方が途中で諦めてしまうのが現状。プログラミング学習の挫折理由としては、何から始めていいかわからないですとか、不明点を相談できる人が周りにいないとか、あとは継続するモチベーションですよね、保てないとか、そんな課題を解消してスタートラボプログラミング入門コースで学ぶことができます。なるほど。基本はですね、週2回のライブ講義、決まった時間にプログラミングに取り組む習慣がつくので、モチベーションを維持していただくことができます。なるほどね。はい、あとはアーカイブ配信もありますね。人気のプログラミング言語 Python が学べるのものになっています。2ヶ月間でですね、 Python3 エンジニア認定基礎試験という資格試験にも合格するレベルを目指すことができるようになります。 Python 分かんないのに Python3 まで行っちゃってる。Python はですね、アプリケーションの開発や人工知能、データ解析などさまざまな用途に使用されるプログラミング言語でして、日本だけでもなくてですね、海外でもすごく人気のある言語です。コードがですね、シンプルで学びやすいため、プログラミング初心者にもおすすめ。また Python はですね、官公庁や民間企業、教育機関など幅広い機関でも採用されています。人工知能や機械学習を導入したロボットやアプリなどの開発の場合には Python が使用されることが多い。実は YouTube、インスタとか Dropbox、これもその Python で指示を出してるんです。Python なんだあれ。こういう感じで Web 会議システムを使いながらオンラインでプログラミングが学べるわけですね。わからないこと、質問なんかもできるんですよ。でこういった講義を積み重ねて、少しずつプログラミングが身近になっていくんですね。オンライン講義に参加できなかった場合はアーカイブで追っかけることも。はい、またですね、講義の時間以外でもいつでも何回でもチャットで質問いただくこともできます。さあ、実際に講義を受けている受講者の方からはですね、こういった感想が届いております。でスタートラボプログラミング入門コースの受講料、ズバリおいくらなんでしょうか。プログラミング入門コース2ヶ月の受講税込み69,800円。この受講内容でこの金額は非常にリーズナブルな価格だということでですね、受講生の方にもすごく喜んでいただいております。こちらのプログラミング入門コース、どういった方におすすめでしょうか。業務の自動化をしたい、専門的な知識が欲しいと感じている方、今後転職をお考えの方、副業してみたい主婦の方など、結構幅広くってことですよね。ということで、プログラミング入門コースを受けた3割の方がさらにスキルアップを目指して中級コースへと進んでおります。受講期間は2ヶ月で、受講料は税込み69,800円です。企業の研修コースとしても活用されております。
その他サービスや利用方法についてはスタートラボのウェブサイトでチェックしてください、はい、未経験でも OK なオンラインスクールスタートラボプログラミング入門コース以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、スタートラボプログラミング入門コース承認です。いただきます。 Google マップの上位表示ができるんです。店長、全然お客さん来ないですね。なんでだろうね。ほら、渋谷居酒屋で検索してもうちの店全然出てこないんですよ。やっぱり検索上位に出た方が得ですよね、うん、そうだよね。でもどうやれば上の方に出んのかな。これできる？やっぱみんな上の方のお店から選んでいくよね。一応お店の紹介画像とかいろいろ上げてるんですけどね、うん、あ、そうなの。料理の写真、うん、あと店内の写真、うん、あと可愛いお客さんの写真、うん、それまずいでしょ。あと上野のパンダの写真。なんで？あと UFO の写真。関係ないじゃん。あとエッチなポーズに見える大根の写真。どっから持ってきたのお前それ。いろいろ頑張ってるんですけどね。頑張ってはないよそれ。もしもし、A じゃないかですか。検索で上の方に出すにはどうすればいいですか。ご飯屋さんを探すときって、まあ、まずは調べますよね。調べますよね。グルメサイト点数、うん、まあ、あと口コミの感想とかですよね、うん、まあ、そうですね。であとはどうしてもこう検索結果のこう上から見ていきますよね、うん、わざわざ検索結果のこう下からこう探すって人は下からってなかなか探しづらいということで、Google マップ検索で自社の店舗情報をより上位に表示することができるツールMEO ダッシュボード by GMO、 こちらをご紹介させていただきます。 GMO テック株式会社の樺島さんです。よろしくお願いしま す。この MEO とは一体どういう意味なんでしょうか。 Google マップで、まあ、上位表示をさせて3位内に入ると、あの Google で自然検索の上の方に出てくるので、うん、Google マップ内の情報を充実させて、うん、なるべく上の方に出して、まあ、集客を最大化させようというのが基本的な MEO っていうふうに言われています。なぜそんなことができるんですか、うん、その理由が3つありまして、うん、あの今回ご紹介している MEO ダッシュボード by GMO というツールのですね、うん、まあ利便性とか強さというところと、はい、あと我々まあ40名ぐらいでですねその事業をやっておりますのでカスタマーサポートが充実しているというところと、あと創業して一応16年なんですけども、もともと SEO っていう Google の自然検索の通常の順位を上げる事業を15、6年やってますので、どうやったら上げれるのかみたいなところが、まあ、歴史的に結構自社で持っていると。これそもそもなんですけれども、その検索結果ってどういった順番で表示されるようになってるのかと、 その上位に出てくる意味合いは何なんですかね、うんうん、8個ぐらいの要素にちょっと分かれてまして、 25% ぐらい占めているのが Google マップ内の情報をまあ充実させましょう、うんうん、他7個ぐらいにこうレビューの口コミの点数だったりとか、他のサイトからどういう評価を受けてるかとか、いくつかの要素が結構複合的に絡まって上位の順位が決まっていると。そこでこの MEO ダッシュボード by GMO を導入するとどのようにサポートしていただき上位表示させるようにできるんでしょうか。教えて。今回の MEO ダッシュボード by GMO という開発したツールを活用して効率的に行うというところになります、うん、でこのツールではですね、その渋谷居酒屋とかキーワードを決めたら、まあ、当然日々順位が何位に出てるかっていうのがまず分かります、うんうん、で分かった上で、競合さんとかも何位にいるかとかも分かります。であと立ち点で順位が分析できるっていうのがあってですね、半径2キロぐらいで、厳密に順位がどうなってかっていうのも見れたりがします。さらにあのツールの中から Google マップの情報の修正だったりとか更新とか、ビジネスプロフィールって言われる Google マップのその情報の運用もできるので、手間が当然、削減できますので、はいはいはい、全ての分析と施策ができるような形になっております、うんうんうん、なるほど、まあ、ということはこの MEO ダッシュボード by GMO を導入すると、結果的に Google マップ検索上位表示がまずできて、で売上アップ、集客アップも期待ができるっていうことですよね。はい、特にどういったお店におすすめなんでしょうか、うん、複数店舗様ですとかチェーン店を展開されている
店舗様ですと、うん、その分マップがいっぱいあるので、うん、全部1個ずつやらなきゃいけないというところがあるので、うん、そういった他店舗を運営されているお客様が最適かなと思っております、うんね、今インスタグラムですとか、うん、Facebook って SNS でですね、店舗様の情報を発信されるオーナー様も多いと思うんですけれども、そのインスタグラムで上げた内容を Google マップの方も同じようなこう最新情報を更新するところがありまして、そこをですね自動連携する機能っていうのも今新しく開発して、ということで、Google マップの情報を他店舗でもボタン一つで一括管理できる MEO ダッシュボード by GMO、 Google マップへの口コミ、上位表示、キーワードの順位改善などの課題が解決できます。その他サービスや導入方法については MEO ダッシュボード by GMO のウェブサイトでチェックしてください、はい、Google マップの上位表示対策ツール MEO ダッシュボード by GMO 以上となります。店舗を運営されている方、まあ、どうしても忙しくてですね、集客まで手が回らないってことがやっぱほとんどなので、こういったサービスを使ってですね、分析だったりとか、あと施策の実行まで行えるという素晴らしいサービスだと思います。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、MEO ダッシュボード by GMO 承認です。承認いただきます。郵便チェックのために出社はもうしなくていいんです。社長見えますか。あー、見える見える。じゃあ会社のポストチェックしますね、うん、今日はそんなに溜まってないな、まあ、先週チェックしましたからね。じゃあ始めますよ。ピザのチラシいらないね。いらない。不要品回収のチラシいらない。いらない。いらない。ハンバーガーのチラシいらないよ。クーポンついてますけどね、これクーポンいる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 。それは取っといて。あ、はい。郵便物以上ですね。テレワーク戻りますよ。はい、お疲れ様。おい、もしもし、じゃないかですか。もう郵便チェックのためだけに行きたくありません。このサービスを知った人はですね、多分ですけれども、なるほどと、すごいじゃんと言うんじゃないでしょうか、はい、クラウド郵便サービスアテナをご紹介いたします。アテナ株式会社の相原さんです。よろしくお願いします。クラウド郵便サービスアテナは、会社に届く郵便物を全て電子化をして、郵便物の内容をいつでもどこでもメールのように確認できるサービスです。なるほど。会社に届く郵便物をアテナというサービスがお預かりをして、クラウド上の管理画面に登録をする形になります。社員の皆さんはアテナ上に郵便物が登録をされると、メールなどで郵便物届きましたよという通知が飛びますので、その通知を受け取っていただいた後に管理画面から中身を確認していただくような形になります。ではこのサービスどういう仕組みなのか。オフィスに届く郵便物を一時的に私たちがお預かりをして、アテナに登録をしていきます、この際は弊社が発行する専用の住所宛てに郵便物を送っていただくか、または弊社のスタッフがポストまで直接郵便物の回収にお伺いをしております。でお預かりした郵便物をアテナに登録をしまして、この登録が完了すると皆さんにメールなどで、郵便物が届きましたよという通知が飛ぶようになっております、で皆さんはこのアテナのシステム上から郵便物の中身の開封であったりとか、あとはスキャンの依頼ができるようになっております、ですので不要な郵便物の処分などもワンクリックで指示ができるようになっております。では柴田部長にアテナをデモ体験していただきます、はい、画面の一番上のアテナボトラーズという、これをクリックしていただくと、今右側の画面にアテナボトラーズ株式会社という会社さんから郵便物が届いているのが本当だと思います。これ郵便物の外観が今映っている状態でして、ここから中身を開封してほしい郵便物があった場合は開封してねというふうにワンクリックで依頼ができるようになっております。なるほど。チラシとかいらないものがあればこの段階で捨ててねという指示をしていただいたり、さあこちらのスキャン依頼を管理画面から依頼すると中身が見られるまでにはどれぐらいの時間がかかるんでしょうか。原則ルールは24時間以内のデータ化をお約束してます、
で当日の15時までなら最短だと 2,3 時間後には中身をデータ化して見れるようにしております。なるほど。そこの内容スキャンというのをクリックをしていただいて、そうするとこの赤でスキャン依頼というのが出てきますので、はい、クリックしていただくとこのような形で郵便物の中身がデータとして見れるようになっております。すげえ。このデータをダウンロードっていうボタンを押していただくと、うん、PDF のデータでダウンロードができるようになっておりますので、うん、SNS やメールで送ることもできるようになっております。うん、おかげさまで導入企業が非常に増えておりまして、うん、今上場企業様であったりとか外資系の企業様、ベンチャースタートアップの企業様など、まあ、企業規模であったりとか業界問わず多くの企業様に導入をいただいております。郵便のための出社をなくしたい、そんな方が助かるのがクラウド郵便アテナです。うん、その他サービスや費用についてはアテナのウェブサイトでチェックしてください。はい、クラウド郵便アテナ以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、アテナ承認です。承認いただきます。ええじゃないかミス。業務で運転する企業は導入願います。じゃあお客さんのとこ行ってきます。ああ徳永君、車か。はい、知ってるとは思うけど2022年4月から白ナンバーもアルコール検査が義務化になったよ。知ってますよ、今からチェックしていきますか。白ナンバーも急いでるんで。あ違う、アルコールチェッカーが壊れたんだよ。だからチェックできないんだよ。えどうするんですか、お客さん待ってんすよ。だから仕方ないから私にハーってやりなさい。ほら社長にやっても意味ないでしょそれ。いや私下戸だからね、すぐ分かるんだよそういうの。ほらハーと、はあ、もっと強く、はあ。おー徳永君なんかいい匂いするね。ちょっともっと近くで、これもっと近く、あもっともっと、あもっともっと、もっともっと、あもっともっと、あ違う、あ違う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 。もしもし、ええじゃないかですか。もっとシンプルにアルコールチェックできませんか。2022年の4月から安全運転管理者が設置されている事業者を対象に、うん、業務で運転する人の酒気帯びチェックが義務化となりました。アルコールチェッカーの導入やまた記録の管理などなかなか手間もかかって大変なわけなんですよ。なるほど。でも義務なんでやらないわけにはいかないと、うんうん、そこでアルコール測定結果をクラウドにて一括管理、チェックが簡単にできる仕組み、うん、BSS4ALC をご紹介いたします。株式会社デンソーソリューションの国本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まではタクシーやバス、トラックのドライバーさんなどが対象でしたが、2022年の4月から一般企業の方も酒気帯びの確認や記録の保存が義務化されました。そうなんだ。加えて2022年の10月からは検知器を用いたアルコールチェックの義務化が始まります。うん、アルコールチェックできる環境をですね、10月までに作らなければならないといったことになります。なるほど。 BSS4ALC とはどんなサービスなんでしょうか。うん、アルコール測定の結果をクラウドで管理できるシステムになっております。事務所のパソコンと連携させるだけで、対面でのアルコール測定の結果が毎回顔写真付きで自動的にクラウドの方に保存されます。連携できる検知器はですね、精度が高くて誤検知の少ない燃料電池方式のアルコール検知器を採用しています。うん、なるほど。企業さんによっては現場に直行したり、そのまま現場から直帰するケースも多いと思います。 BSS4LC ならそのような場合でも対応できます。検知器と BSS4LC のアプリが入ったスマートフォンを Bluetooth で連携させるだけで、自動でですね、クラウドに顔写真と測定結果が保存されるような形になってます。はい、でこちらの免許証リーダーに免許証をこのようにかざしていただきますと、はい、もう自動でお名前の方が反映されるようになってます。本当だ。プルダウンのところから車両選択いただきますと、もう測定が開始していただけます。本当だ。このようにですね、もう自動で測定結果とですね、
吹いている時の顔写真っていうものが、はい、撮影されるっていうような形になってます。吹いてる時の顔写真入るから、はい、実際やってるっていうのね。そうなんですよ。なので替え玉ができない、不正防止になるっていうところになってます。今自動でですね、顔写真と測定結果の方は管理者様がご覧いただくクラウドの画面の方に上がっております。なるほど。どの方がお車に乗るのかと、乗った車両と測定した日時、またですね、免許証認証の有無、不携帯の防止も行っていただけます。で、免許証の期限の管理というものも行っていただけまして、またさらにですね、測定結果数値でこのように表示されています。アルコールを検知した場合はこのようにですね、赤文字で、はい、数値が表示されます。メールで通知をするような機能もありまして、リアルタイムにアルコールが出た場合は管理者様にメールでお知らせをいたします。続いては酒井さんには出先ということで、遠隔のアルコールチェックを試していただきます。カメラに自分の顔全体が映るようにして息を吹き込んでください。今ですね、もう測定結果と顔写真の方がですね、自動で撮影されまして、自動的にクラウドの方にデータ保存されるような形になってます。出先での測定の場合、お電話などで承認いただく必要がありますので、こちら電話をかける機能というものも実装しております。機器類と連携せずですね、手入力でクラウドに測定結果をアップロードすることも可能となっておりますので、クラウドの管理ツールとしてもお使いいただけます。はい、アルコール検知器の導入ができていない企業の方、すでに導入したが管理に困ってるっていう企業の方はですね、ぜひ検討してみてください。はい、その他にも、測定していない人やメンテナンス情報を伝える自動お知らせ機能で、管理者の作業効率もアップできます。詳しい機能や料金はBSS4ALC のウェブサイトでチェックしてみてください。はい、クラウド型アルコール測定管理支援サービス BSS4ALC 以上となります。管理義務があるもの、怠ってしまうとですね、露見した時に社会的信頼の失墜につながったりします。なのでこういったサービス使ってですね、きちんと対策することが非常に重要かなと。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、 BSS4ALC 承認です。承認いただきます。電話業務かなり効率化できちゃうかも。あ、もしもし、柴田商事の徳永というものなんですが、お世話になっております。営業の吉田さんいらっしゃいますか。はい、吉田ですね。少々お待ちください。吉田さん、お電話です。名前、誰だったっけな。あ、もしもし、申し訳ありません。お名前もう一度いいですか。柴田商事の徳永です。あ、徳永さんだ。そうそうそう、申し訳ございません。お待ちください。徳永さんです。徳永さん、要件なんだったっけな。もしもし、申し訳ございません。要件って何でしたっけ。一旦かけ直します。もしもし、じゃないかですか。怒ってる。こういうやり取りなんとかなりませんか。顧客満足度を向上させる電話業務効率化ツール、カイクラをご紹介させていただきます。株式会社進化の江尻さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カイクラは会話をクラウドで面白くしようというコンセプトでやっておりまして、固定電話を中心としたコミュニケーションのクラウドのサービスとなっております。固定電話って会社の代表番号であったり、店舗の代表番号であったりしますので、信用信頼のおける番号ということで、緊急を要するものとか、重要な電話とか、そういったものはやっぱり固定電話にどうしてもかけてくるということで、まだまだ減ってないっていうのが現状になっています。一つの問題としては、誰からかかってきたのかとか、あとどういった要件なのかとか、毎回こう確認しないとよくわからないというものがありまして、はい、それでどうしても時間がかかったりとかですね、手間がかかったりとか、働き方改革だけではなくて、リーダーさんとか不動産会社さんとかは、購買頻度が低くて、商品の単価が高いといったような、そういった B2C のサービスではまだまだ固定電話が重要というふうに言われております。なるほどね。カイクラなんですけれども、電話がかかってきた時に誰からかかってきたかというのがこうポップアップしてきたりとかですね、あと対話の履歴とか、メモとかそういったものが自動的に残ったり、もしくはもうマニュアルで残したりとか、そういうこともできますので、別のスタッフとかでも情報が共有されますので、スムーズに対応
用することができるといったそういった電話の効率化をするようなサービスでございます、うん、電話がかかってきた時にその通話の内容を自動的に録音するといった機能がありますので、うんまあ、言った言わないってことを解消することもできますし、あとその電話の内容っていうものをそのままテキスト化もできますので、電話の内容を見える化っていうことができるようになります。うわーすげえ、はい、いちいち聞くこともなくそれを確認するというだけもできますし、はい、そうすることでもう当然業務の効率化っていうものにもとても進んでいくということがございます、うん、お客様に電話携帯電話にかけてはつながらないということもありますので、その時にショートメッセージを SMS をですねお送りするということもできますので、そういったことからも効率化ということが可能になってきます、うん、電話のコミュニケーションが発生する業界ではもう本当どこでも使えますし、面白いところでは実は神社さんとかですね、うん、もう使って、はい、その中でも多いのがですね自動車業界とか不動産業界とかになってきます、うんうんね、家を買った後車を買った後もずっとコミュニケーションが続くような一生涯のお付き合いが発生しますので、うん、そういったアフターサービスを力入れていらっしゃるようなそういった業界では特にご利用いただいているというのがあります、うん、さあ今回は取引相手から電話がかかってきた場合どんな画面になるのかを見ていただきます。まもなく着信がございますので皆さんモニターにご注目ください。おお出た、おお出てきた、これ特徴はですね、着信があってすぐに表示されるということは電話を取る前に誰か分かるということなの でお客様の情報がここに全部載ってますので、あうちの担当は阿部だなとか分かりますし、こういうようなことが全部分かりますので、本当に気持ちのいい電話の対応ができるようになります。今この会話履歴っていうところを見ていただきますと、誰からいつどういうような連絡があったかというのが全部一覧で分かります。この再生というボタンがありますので、これを押していただくと、あどうも田中です、こういった形にですね、通話の内容を自動的に録音してますので、はい、言った言わないっていうこともなくなりま す、 そ う、 す、ね、そういった、はい、トラブルが本当に減っていくっていうことがございます、ね、ここにあのテキスト化ってボタンがございまして、これを押すとですね、はい、折り返しありがとうございます。わすげえ、すごい、自動的に録音されたその通話の内容を文字起こしまでできます。進化っていうのはうちの会社の社名なんですけれども、初めは進化するって漢字が出てそういうふうに変換されてたんですけど、どんどん AI が搭載されていますので学習することができます。業界用語とかもどんどん覚えさせることによって、その会社さんにチューニングされたテキスト化の精度がどんどん上がってより使いやすくなっていくというのがございます。電話の対応っていうのはその企業の顔ですわな、違いない、つまり看板なわけですから、そこないがしろにしちゃうとね、やっぱりこの顧客側の信頼度っていうのは格段に低くなっていくわけ、うん、はい、じゃあ看板をね汚したままにしますか、誰え壊れたままにしますか、しませんよ、ね、存在のままにしますか、うん、ここに答えがあるわけだもん。うるさいな電話対応の労力、そしてクレームにお困りの企業はぜひ導入をご検討いただければと思います、はい、さあそんなカイクラは SMS 送信機能を使えば時間の都合で通話できない人も対応可能、リマインドやキャンペーンのお知らせにも使えます。詳しい機能や料金はカイクラのウェブサイトでチェックしてみてください、はい、電話業務を効率化するカイクラ以上でございます。電話いつ来るかわからない一方で、重要な内容を逃してしまうと機械損失につながったりっていうケースございますので、こういったテキスト化までされて簡単に共有ができるサービス、素晴らしいなと思います、うん、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、カイクラ承認です。いただきます。ええじゃないかミス、今日紹介したサービスは佐伯麗華の SNS と増澤内閣さんの YouTube チャンネルでも紹介しています。皆さんぜひチェックしてみてください。ということで今夜のええじゃないかビジ、いかがだったでしょうか。さあ今週もですね、いろんなビジネスツールをご紹介いたしました。はい、私はスタートラボですね。やっぱり今の時代英語と同じようにプログラミングが必須になってるっていうことで、うん、それが2ヶ月という短期で、ね、しかもリーズナブルにできるんで、ちょっと私この収録終わったらもう申し込もうと思います。あら、さあということで今週もありがとうございました。そして来週のこの時間はええじゃないかをお送りします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。